はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。こだわりのギター曲集、さあ J-POP 編ね、途中まで行ってるんですけど、次は、小袋のつぼみ。小袋のつぼみは、まあなんか、いや聞けば知ってると思う。なんかパッと今メロディーが出てこないけど知ってると思うんだよな。4ページあります。4ページ、レベルは2、レベル2です。繰り返しは1括弧、でこれあれかな、まあちょっとあんまりこの曲多分まあ有名だから知ってるっていう感じで知ってる曲だと思うんですけど、ってやつか。いやサビぐらいしか知らないかもしれないけど、行ってみましょう。小袋のつぼみレベル2です。
感じ。なんかちょっとサビ A メロサビはちょっとね知ってるんだけど、サビの終わりがあこうなんだっていう感じ。これキー違うよね多分ね、原曲とはね。ちょっと いまいちわかんないけど。ちょっとここのあれだね。あれだねってね 指使いね、ちょっと考えてやった方がいいね。3の指で到着しとかないと。ちょっとよくわかんない、よくわかんないって、僕の中でこの曲ね、ここどうだっけみたいな。そんなに難しくはないですよね。ちょっと歌らしいリズムの取り方というか、そのメロディーをね弾いてる時にもうちょいなんか歌っぽくタイミングとか崩していけるといいだろうなっていう気はするんですけどね。僕がそんなにこの曲知らないからね、こんな感じなのかっていう。コード進行も途中へーって思うところはあるけど、実際の曲のオリジナルがこういうコード進行だったらそうなのかっていう感じなんでね、何とも言えないけど、ちょっと後で曲は聴いてみようかな。ということで、さらっと「コブクロのつぼみレベル2」でした。なんかレベル2って感じ。レベル1ではないけど、レベル3でもないし、レベル2がちょうどいい、なんかそんな感じの難易度な気はしますね。ということで、もう次々行ってみたいと思います。